エウクラティデス一世は、第六代、グレコバクトリア王国の国王。シリア王アンティオコス四世のいとこ。紀元前171年頃、エウクラティデスは、アンティマコス一世から、バクトリア王位を散脱すると、グレコバクトリア王国の支配権を握るとともに、エウクラティディアという都市を建設した。エウクラティデスは、北のソグディア人を制伐した後、 続いて、インド征服に乗り出すことにした。時に、インドでは、デメトリオス2世が、インドグリーク朝の王位にあり、インド人及び、アリアネ地方の所属を支配下に入れていたので、エウクラティデスはまず、ヒンドゥークシュ山脈を越えて、アリアネ地方の制圧に向かった。紀元前164年頃、シリアをアンティオコス4世の使とエウクラティデスの留守に、乗じて パルティア軍がバクトリアに侵攻し、アスピオノス総督区とトゥリウア総督区を奪い取った。その時の様子を、ポンペウストログスは以下のように記している。しかし、エウクラティデスは、多くの戦争を大変な勇気で遂行し、それらの戦争で兵力を消耗したが、それでもインド王デメトリオス2世に行為された時、300人の兵士で6万人の敵を絶え間ない突撃で破った。 そのようにして5ヶ月目に彼は、行為から解放され、インドを、自らの勢力下に入れた。紀元前156年頃、エウクラティデスは、インドから帰る途中、王国の共同統治者にしておいた息子によって、殺された。息子はこの親殺しを隠そうとはせず、あたかも父親をではなく、敵を殺したかのように、その地の中で戦車を操縦した。 そして遺体を埋葬せずに、捨てておくように命じた。ウィリアム・ウッド・ソープターンの説。アラコシア人、ドランカエ人、アレエ人など。大抵、ヘリオクレス一世に否定されるが、プラトン説やエウクラティデスに施説も存在する。ありがとうございます。